イヴァン・コトリャレイウシキーは、ウクライナの作家。近代ウクライナ文学の基盤となった、エネイバの著者。1769年9月9日に、コサック国家、ポルターバレンタイ・ポルターバ市で、市役所の初期の家で生まれた。エカテリノスラフ中学校を出て、1780年から1789年にかけてポルターバ神学校で学んだ。卒業後、 各地の地主の初期と家庭教師として勤めた。1794年に文学活動を開始し、ウェルギリウスのアエネイースをもとにウクライナ語の公語で書かれたパロディジョジシエネイダを書き始めた。1798年にエネイダの一部をサンクトペテルブルクで出版した。1796年から1808年にかけて将校として軍役を務め、 ロト戦争に従軍した。1809年にエネイダの第4章を刊行した。1810年に貴族児童養護官の官庁を務めた。1812年のロフツ戦争の最中に第5コサック連隊を編成し、ロシア帝国軍の少佐となった。1817年にギリシアの札幌の死を翻訳した。1818 18年にフリーメイソンのロッジ。 真理への愛の会員となった。ポルターバ市立劇場の創立に関わり、1819年から1821年にかけて陶劇場の監督を務めた。1819年に、ウクライナの近代義文学の最古儀局ポルターバのナタールか、魔法使いのモスカーリ人を書いた。1819年から1830年にかけて、ロシア帝国図書会。 ポルターバ支部の部長を務めながら、1827年からポルターバの市内の養護施設の管理者であった。ウクライナの民族資料、伝承、神話を集め、自らの作品において、それを利用した。1838年11月10日にポルターバで死去した。ありがとうございます。